君の脳に直接届くプライムです。さあ前回ねマリアが恐ろしい速度でトゥービーコンティニューになっちゃったんですよ。でこの選択肢を変えたことでアチがバッドエンドだったのがなしになったんで一旦ここに行きます。よそよそしい瞳、まあ、瞳じゃないんだけどね。エスカレーターで3階まで降りてきた時だ。目の前に探し求めた瞳がポツンと立っていたという、まあ、ここら辺はまあそのまんまだね。特に変わってないね。それで行っちゃってで行く方向がどっちか的な。ハチは瞳の姿を追いかけた。前回はこれが階段側だったんだよね確かね。しかしエレベーターホールの前で瞳を見失ってしまった。こいつは参ったぜ。仕方なく待ち合わせ場所の2階にまた戻ってきた。するとエスカレーターを下っていく瞳の後ろ姿が見えた。瞳、アチの声は店内のざわめきにかき消され、瞳は1階のフロアに消えていった。クソあれは瞳っぽいね。急いでエスカレーターを駆け下りた。2段飛び3段飛び、いや5段くらい一気に飛んだ。すげえな。1階に着地して周囲を見渡すと、瞳が上りのエスカレーターに乗ろうとしていた。なんで？両手を大きく振って合図するが、瞳は気づかず上階へと上っていく。下行ったり上行ったり、何考えてんだ。アチはぐるりと回って上りのエスカレーターへ向かう。どいてくれ頼む。前の人にどいてもらってエスカレーターを駆け上がる。しかし瞳の姿はどこにも見えない。完全に見失ってしまったようだ。たく、つかわけわかんねえ。アチは大きく肩を落とした。ヘトヘトになりながらも各階を回って地下2階にやってきた。カナンから話を聞くのが待ちきれず、また青いワゴンを探しに行ってしまったのだろうか。一人で大丈夫です。瞳の言葉を思い出す。クソ、やっぱ大丈夫じゃねえし。悔しくてアチは拳で壁を叩いた。やめてください。突然瞳の声をキャッチした。あれは瞳だな。瞳、考えるより先にアチの体は動いていた。アチさん。瞳は柄の悪い男2人に腕をつかまれていた。その手を離しやがれ。アチは男たちに向かって大声で叫んだ。あ、なんだ兄ちゃん。中年の男がアチの方を振り向いていった。どこかで見た覚えのある顔だ。瞳は男たちを振り切ってアチの元へと逃げてきた。兄ちゃん、生きがるのも結構だけどさ、こっちは返すもの返してもらえばそれでいいんだ。手荒な真似はしたくないしさ。返すものって、瞳、借金でもあるわけ？ありません。急に追いかけてきて200万がどうのこうのって。瞳も状況が飲み込めていないようだった。恨むなら社長を恨んでくれよ。中年男が相方のチンピラに目で合図した。チンピラの目が獣のように輝き出した。人を殴りたくて仕方がないという目である。拳を構えてフットワークを刻み、シャドーボクシングで鋭い左ジャブを繰り出す。どうやらこの男はボクシング経験者のようだ。待ってください。社長って誰ですか？瞳が男たちに聞いた。は？柳下に決まってんだろうが。ステップを刻みながらチンピラが近づいてくる。ん？チンピラは何かに気づいた顔をした。お前、遠藤アチか？ああ、そうだ。ああ、こりゃラッキー。こんなとこでやり合えるなんてな。チンピラは嬉しそうに言った。噂はいろいろと聞いてっけどよ。どれどの程度のもんか楽しませてくれよ。ボクサー相手に殴り合っても勝ち目はない。どうする？受けて立とうぜ。それでも受けて立つ。チャンスがあるとしたらローキックしかないだろう。ローキック。相手の足の膝より少し上の部分の、太もも？なんて読むんだこれ。自分の峰や足の甲で蹴り込む技。空手では下段回し蹴りと呼ばれる。すごいかっこいいな。狙いは相手が踏み込んできた時だ。呼吸とともに左腕が伸びてきた。ここだ！
アチも一歩踏み込んでローキックを放った。突然目の前でエレベーターが開いた。アチとチンピラは同時に攻撃を止めた。エレベーターの中に情けない風情の中年男がいた。本当情けない風情だな、この顔。その男の顔を見るなり、チンピラの顔色が真っ赤になった。てめえ、遠山。上へ参ります。エレベーターに乗っていた男は慌てて扉を閉めた。男たちが駆け寄った時には、エレベーターは上階に向かって動き出していた。ほら、さっさと追え。中年男に大声でせかされて、チンピラは階段を駆け上がっていった。てめえらそこにいろ。そう言い残して、中年男もチンピラの後に続いた。そこにいろって言われて待ってるバカがいるかっつーの。ハチは男たちを小バカにするように言った。もうアチさん、探したんですよ。瞳は怒ったようにアチの胸を叩いた。俺を？なんで？なんでって、アチさんが待ち合わせ場所にいないから。いないからって、瞳が別の階に行っちまったからじゃないか。私はちゃんと待ってましたよ、2階で。え？なんだか妙に話が噛み合わない。2階？あれ合ってるよな。でも3階にいたじゃねえか。私3階になんか行ってません。あれ？あれ？わかんなくなってきたぞ。アチの頭の中は混乱してきた。まあいいか、無事に会えたんだし。ですね。2人は顔を見合わせて笑った。あれ、その服。瞳の着ている服がさっきと違うことに気がついた。いろいろと試着したんですけど、結局これに決めました。試着か。なるほど、そういうことね。つじつまがあった気がして、アチは一人で納得した。いいな、それ。はい？いや、その服、似合ってるわ。ありがとう。なんか今、照れました。俺も言ってて照れた。アチと瞳は二人とも恥ずかしそうに下を向いた。あ、その雑誌まだ持ってたんだ。無理やり話題を変えた。ああ、これ、捨てようと思ったんですけどできなくて。なんで？雑誌を捨てられるゴミ箱がないんですよ。新聞とか雑誌って普通のゴミとは分けなくちゃいけないでしょ？瞳は辺りをキョロキョロ見回した。それマジで言ってんの？はい。こんな時でもちゃんと分別のこと考えてたの？おかしいですか？やべえよ。何もかも完璧じゃねえか。そうだよね。アチからしたらもう分別しっかり考えてる人ってもう完璧だよね。アチはますます照れた。たーまくん。バタバタと貧相な男がかけてくる。なんだ、さっきのイカれたおっさんじゃないか。いや、みんな、この屋内にこもりすぎじゃない？さっさと逃げたらいいのに。アチのことを無視して、貧相な男は瞳に詰め寄る。ほら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 。やっぱり持ってたじゃない。貧相な男は瞳から雑誌をひったくった。やった、これまだ削ってないやつだ。床にしゃがみ込むと、貧相な男はスクラッチくじを削り始めた。待て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 、そいつは渡さん。別の男がかけてきて、風のように雑誌を強奪した。さっきエレベーターに乗っていた中年男だ。ダメ、それ私のだ。貧相な男が中年男の体にしがみついた。話せ、話すもんか、話せ、話すもんか。出口の前で二人が揉み合っているので、アチと瞳はその場から動けなかった。どうだ、これでもうただの紙だ。中年男が手早くスクラッチを適当に削った。ああ、私の10万円が。俺の10万円だ。はっはっはっは。しかし中年男が改めてスクラッチに目をやると。げ、当たってる。どうやら適当に削ったのにたまたま当たってしまったらしい。ああ。よこせ、嫌だ。二人は雑誌を奪い合いながらどこかへ消えてしまった。消えちゃったよ。何なんだあの二人。さあ、残されたアチと瞳は呆然と立ち尽くした。とんだ手間食っちまった。二人は裏口から出ることにした。その時、
突然目の前にシャッターが降りた。なんだこりゃ。ああこれか。それでマリアの流れか。店内メンテナンスの都合により1階正面口以外の出口を閉めさせていただきました。ご迷惑をおかけしますが、お帰りの際には1階正面口をご利用ください。どうやら正面口以外の出口は閉まったらしい。これで裏口からは出られなくなってしまった。これはなんか嫌な胸焼けが。それを言うなら胸騒ぎです。だんだんと瞳のツッコミも素早くなってきた。二人は嫌な胸騒ぎを覚えながら急いで上階へと続く階段を上った。一階の正面口から出ようとしたアーチは急に瞳を引き戻した。やべえ、どうしたんですか。例のおっさんだ。え、瞳の顔がこわばった。あ、杖のおっさんね。アーチが柱の陰から正面口を指さすと、杖の男が買い物客の出入りに目を光らせていた。まじいな、あそこにいられたんじゃ外に出られねえぞ。アーチさん。瞳が背中を叩いた。後ろ。振り返ると柄の悪い二人組がこちらに向かって歩いていた。まずいな。さっきみたいに騒ぎになったら杖の男に気づかれてしまう。あ、気づかれちゃったじゃん。チンピラがこちらに気がついた。しまったとアチは舌打ちした。ひ。ところが二人組は小さな悲鳴を上げると逃げるように走り去り、あっという間に姿が見えなくなった。え、どういうこと。あ、わかった。アナウンスの後だからマリアがあの二人を撃退した後ってことだ。アチと瞳は首をかしげた。まあいいか。とりあえず別の出口を探してみよう。アチは瞳の手を引いて店内へと戻った。1階の裏口はダメだった。さらに非常口までもロックがかかっていて、外に出る方法は1階の正面口だけに絞られていた。やっぱ正面から出るしかねえのか。もうすぐカナンとの待ち合わせ時間になる。なんとか突破方法を考えなければならない。二人は正面口に向かった。杖の男はまだ一階フロアをうろついている。男の目を盗んで正面口へ行くことはできそうにない。じゃあねえ、とりあえず上だ。短く瞳に告げる。すぐそばの下りエスカレーターを大股で駆け上がった。悪い、通してくれ。すみません、通してください。人を押しのけながら無理やり逆行していく。ようやく2階の入り口が見えてきた。このまま登り切ってしまおうと思った時だった。太った女がエスカレーターに乗り込んできた。4階の中華料理店で見た女だ。相当バイキングを腹に詰め込んだのだろう。体が横に膨らんでいて、とてもすり抜けるスペースがない。どいてくれ。アチが叫ぶが女は知らん顔だ。ははは。脇をすり抜けようにも肉に押し戻される。どんどん1階が近づいてくる。いやこれ、なんで？まるで杖の男の前にベルトコンベアで運ばれているようだ。はは、なんだこの顔。やばい。このままでは。ところが。杖の男は正面口を凝視したかと思うと、駆け足で店内から出ていった。何が起きたのかはわからないが、足と瞳は間一髪で難を逃れることができた。あれかな？バリアを見つけてそっちに行ったってことか。あぶねえ。正面口から出ても杖の男の姿は見えない。どうやらセーフだな。アチは大きくため息をついた。ジャストだな。いい心がけだ。出たかな。不意に声をかけられて、アチと瞳は心臓が飛び出しそうになった。気がつくといつの間にかカナンが真後ろに立っていた。こんなに接近されたというのに気づく気配を全く感じなかった。暗殺者のような身のこなしに、アチは凍えるほどの寒気を覚えた。という ?To be continue. 早いな。なんか、まあ2つ多分集中的に言ったからだろうけど。というわけでアチの話もここで一旦終わりと。これで3時になったってことかな。
彼らは。いやー気になるね、いろいろ気になるね。さあ、まあ、マリアとアチがね終わったっていうところで残る3人ね、また次回進めていこうと思います。というわけでプライムが喋ってました。また次回お会いしましょう。さよなら。